カラカルは、ルーマニアのオルテニア地方、オルト県にある都市。十川とオルト川の下流部に位置し、一帯の肥沃な平原で生産される穀物などの交易で栄えた。人口はおよそ3万4千人で、この地域では2番目に大きい町である。地名の由来には、黒い鳥でという意味のクマンゴカラという説、ヤマネコのカラカルからという説、またこの地域に要塞を築いたとされる。 ローマ帝国のカラカラにちなむという説などがある。19世紀終わりから20世紀前半にかけて急激な発展を経験し、国内随一の国葬地帯となった。ロマナツ県の県とも置かれたが、第二次世界大戦と戦後の共産党体制が変革をもたらした。共産党体制はロマナツ県を廃止し、工業化計画を開始、カラカルは繊維産業により安定した。 経済発展を遂げた。しかし、1989年のルーマニア革命で、ニコラエチャウシェスク体制が崩壊すると、急速な市場経済化で、多くの工場が閉鎖に追い込まれた。ありがとうございます。